多くの人は死ぬ時の苦しみを甘く見積もる傾向にあると思うのですが、これはただの思い過ごしでしょうか。死ぬ時は苦しすぎてやばいというマインドをできるだけたくさんの人に植え付けられるよう、岡田さんの影響力でうまいこと発信してもらえないでしょうか。よろしくお願いします。死ぬ時は苦しいはずだって思い込んでるわけですね。何々を軽んじていると何々すら万全にならないっていうのは、万全という状態は世の中に大体ほとんどない。これをしないと万全にならないっていうのはもう理屈のための理屈だと思うんで、好きじゃないんですけど、できるだけうまいこと発信するわけですね。できないな。まあ嫌です。なんでかというと、そもそも死ぬ時は苦しすぎてやばいという証拠どこにもなくてですね、谷尾さんが死ぬのが怖すぎてそう思い込んでるだけじゃないかと思うんですけども、だって死にかけてる人を無理やり延命するのは苦しいと、これはもういろんな人が経験談として語ってますよね。無理やり延命するのは苦しいと。でも死ぬ時っていうのは常識的に考えて全身の感覚が喪失していくわけですよね。だんだん体が冷たくなってっていうふうに言うぐらいだから、感覚が喪失するんです。だからどっちかというと楽になると思うんですけどね。僕の死に対するイメージをよく表している漫画があるので、四郎正宗の戦術超広角オリオンって漫画があるんです。この漫画はまあものすごい名作でぜひ読んでほしいんですけど、暗黒神スサノオっていうですね、神様がこの世の中に呼び出されるシーンがあるんですね。この変な帽子かぶったやつが神様です。これが呼び出したんです、お坊さんです。で、呼び出してこの世の中に出てきた瞬間にですね、周りが破壊されてえらいことになるんですよ。で、いっぱい人が死んでビルも壊れてるんですよ。なので、神様がお坊さんに今どんな状態が起こってるのか説明してる時に、ちょっとあんたと言って文句言うわけですね。人に奉仕するのがお坊さんの務めでしょ、こんなにひどくして何とかしてよって、子供を抱えたおばさんが、他に幼い子供がいるのがですね、こう訴えるんです。しかしこのスサノオは全く気にせず説明するんです。説明するけどですね、お坊さんが、すいません神様、私は難儀している人を捨ておけませんって言うと、お前俺を舐めてるなと言ってですね、そのおばさんを殺してしまうわけですね。そのおばさんはですね、自由よって言ってこう小さくふわって消えてるんです。で、お母ちゃんお母ちゃんうえんうえんってこう泣いてるんですよ。お坊さんが愕然とした顔で、神様はもう平然とですね、何事もなかったのに説明続けるって、説明したらですね、お母ちゃんお母ちゃんって子供が泣いて、うるせえって、さらにその子供も殺すんですね。唖然としてるお坊さんの上を自由だって言って、子供がふわって飛んでいくんですよ、魂が。僕がなんかそのこれが僕の死に対するイメージですね。死んだら心配事がなくなるし、それまで抱えていた責任みたいなもんなくなって、せいせいするっていうの僕の死に対するイメージです。目的意識とか使命感とか、自分は何者にもなれなかったとかですね、これをやるまで死ねないとか、これでいいんだろうかっていうのって、全て何かに対する執着じゃないですか。それがなくなって自由だ。だからこのおばさんがやった自由よっていうのは、すごく我が子のことを心配している、子供を愛している母親が、愛っていうのは 何かっていうと執着なんだっていうのが分かって、やった自由だっていう風になるですね。なんかすごいインパクトある、それを神様が与えてあげてるわけですね。コマなんです。なんか復讐心とか愛情といった自分を腐る縛りがなくなって成仏すると。で、今の人生っていうのはそこに至るまで、その境地に至るまでの苦行だから、せいぜい楽しむというふうに考えているのですね。僕は死というのをそんなふうに考えているのですね。死ぬことは苦しいぞっていうふうにですね、うまくその辺を伝えるということは、まあ、できない。死ぬことは必ずしも不幸なことじゃないと僕は思うよっていうふうに言うことしかできないです。